ははいこんにちはポップです11月29日日日曜日今回は週末スペシャル第2弾ということでゴールド相場金相場について解説をしていきます週に一度のゴールドの解説となりますので短期的な目線だけでなく中長期的な目線からの解説もしていきますのでよろしければ最後までご視聴ください えー、それではね、えー、早速こちらが、えー、ゴールド相場のね、えー、冷やしチャートの方を、えー、準備させていただきましたが、 とうとうねやっってしままたなといいころがございますそれはね、今までのサポートでありました1850ドルですね。過去1回、2回、3回、4回とね、大きくサポートを受けていたんですが、こちらを割り込んでしまったということでね、本格的にゴールドのね、弱気相場が始まってしまうのかなというところを感じているところでございます。確かにね、今年の8月に一旦ピークをつけるまではですね、 アメリカの金融緩和、要はねコロナの関係で経済対策のために、しっかりねドルをジャブジャブにして、その結果ね、ね株式相場やゴールド相場に資金が流れるというところでございましたが、ゴールドの方はねこの8月、かなりね急ピッチで上げてきて、これがねピークとなってしまいまして、それからもね金融緩和が続くことになるんですが、じり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 と上値を抑えつけられてね、ねとうとう1850ドル、これを割り込んでしまって というところがね、冒頭に申し上げたところでございます。対してね、金融緩和されていますドルですね、こちらドル円の方を見てみますと、同じ時間軸のね、冷やしチャートという形になりますが、こちらの方もね、 縦の区切りが1ヶ月ごとの区切りということで、ね大体これがコロナウイルス感染拡大後、5月ぐらいからねチャートとなっておりますが、波はありながらも、結局はねこの移動平均線、そして上限と下限のねこのレジスタンス・サポートラインを見ていただきますと、緩やかな右下下がりということで、やはり経済対策のためにはアメリカはドルをね希薄化しながら、その十分なドルを使って株式相場の下支えをするというところ。 明確にこのドル円相場を見てわかるかなというところでございますね。 ただ、先ほどもお話しした通り、ゴールドの方はね8月に向けてピークをねつけてしまって、それからはこのねドルの行く先というのがゴールドに傾,きつく,傾くことはなくてですね、相変わらず今度はダウ平均見ていただきますが、ダウ平均の方はね同じようにこちらがね右肩上がりということで、ねまあこちらも凸凹ココはありますが、最終的には3万ドルもねつけまして、ドルのねジャブジャブ、こちらのドルのジャブジャブして下がっているところ。 というところでございます。対してゴールドはね、こちら今まで上がっていたんですが、ゴールドに流れていた部分は、これはね、あくまでも私の推測ではございますが、最近ね、大きく上がっています仮想通貨、ビットコインやイーサリアム、リップルというようなね、そのような仮想通貨に資金が流れているんじゃないかなというところでございます。今もね、仮想通貨チャートをご覧いただきますと、 こちらですね、ビットコインが、まあ一時は200万円近くいったんですが、今は185万円。そしてリップルはね、30円以下だったところが今や64円。そしてイーサリアムをね、かなり安かったところから上がってきてるということで、仮想通貨暗号資産誤三家と言われるね、ビットコイン、イーサリアム、リップルにまず資金が流れ、 そしてね、その他の、えーま、最近ですね、ステラとかね、すごい、えー、上昇しておりましたい、えー。大体8円ぐらいだったところが今20円というところで、えー、ネムもね、1桁ぐらいだったところが今18円ということでね、えー、このような形で、えー、ゴールドではなくて、えー、仮想通貨にも資金が流れているということで、ちょっとね、そういったことを含めますと、えー、ゴールドの相場はもう終わってしまったんじゃないかなと思うところでございます。 このね、1850ドルですね、1ドル4数これを割り込んでしまったというところでね、ちょっとね、大きな、えー、蓋をされてしまったという形になろうかと思いますので、今後もね、上がっていくときには、この1850ドル、そして、えーまあ、1900ドルといったね、このあたりも出来高が非常に多いという部分でございますので、ちょっとこのあたりをね、明確に抜けて2000ドルをつけるというのはね、ちょっと難しいんじゃないかと、個人的には思うようになります。 これからも、ね、アメリカの金融緩和、えー、続いていくと思いますが、まあ、それが、ね、ゴールドに流れるかどうかと言いますと、まあ、株に流れたり仮想通貨、えー、この流れが今のトレンドとなっておりますので、まあ、そう簡単に崩れることはないんじゃないかなと思います。 ちょっとね、えー、細かく、えー、1時間足の方を見ていきますと、これ1週間の、ねえー、時間軸のチャート、えー、すみません、1日ごとの、ねえー、区切りとなっておりますので、月曜日の段階では、えー、まだまだね、えー、これは1850ドルを超えてたというところでございます。 月曜日、えー、急落しまして、1850ドルを、えー、割ったもの、えー。これは何かと言いますと、えー、製薬会社のね、えー、アストラゼネカですね。えー、こちらが、えー、コロナワクチンの、ね、開発。これ3回目の、ねえー、コロナワクチンの、えー 開発報道の発表だと思いますが、こちらで一気に下げてしまったということで、えー、こちらドルがね、えー、上がったというところがありますが、えー、それで下げてしまった。ただ、えー、ドルはね最終的には元に下げるような状況なんですが、ゴールドの下げは止まらないという形になっております。これもちょっとね、米ドル見ていただきましょうかということで、同じ時間軸の、えー、これは、えー、1時間足ですね、月曜日の段階で大きく上げて、その後ね、えー、ドルの方はまた元にね行ってこいという形で戻ってはいるんですが、 ゴールドの方は一旦下げてからですね戻ることなく、むしろ金曜日には大きな売りが出てしまって、1800ドルのサポートも入っていたんですが、反発が弱く、ですねストンと落ちてしまったということで、ちょっとねこの1800ドルにも蓋が出てきてしまったかなということになりますので、今後ですね上がろうとしましても、まずは1800ドル、その次には今までのねサポートが入っていた1850ドル。 こういったところが大きな障害物になろうかと思いますので、戻り売りのタイミングでは1800ドル、1850ドル、こちらを意識していただくことが必要かなという状況でございます。そして4時間足ですね。 えー、こちらも1850ドルのサポートがよく見えるかなと思いますが、えー、ここの、ね、よりかね、上側でロングをしていた投資家、やっぱりこういったところがね、1850ドル近づいてきますと、えー、かなりのね、売り圧力になる、そして、えー、今までね、ためていた、えー、三角、えー、フラッグですね、えー、こちらの底割れという形なので、なかなか1850ドルを、えー、抜けるのは難しいというような状況でございますね。 ちょっとこのあたり、1800ドル、1850ドル、今までのサポートがね、負担になるというところは、4時間足を見ても明確にわかるかなというところですね。最後、これ、これ、冷足の方戻ってきますと、やっぱりね、ここの下落というのは、一旦は今までのレジスタンスラインでありました。 この部分ですね1750ドルが過去ね、しっかりとレジスタンスが効いてたというところでございますので、まあ、1750ドルぐらいまでの下落はね、見ておかないといけないかなと思いますので、まずね、ここでサポートが入ったときに、引き続きね、移動平均線が下げていきますので、この冷やしベースの移動平均線、非常に反発した時にはレジスタンスラインになりやすいというところでございますので、まあ、戻り売りをメインにゴールドは考えていかないといけないかな なとといいうところでございますね最後に、えー、これ、月足まで見てね、えー、まあ終わりにしたいと思いますが、えー、こちら、月足のゴールドのチャートでございますが、えー、これね、見ていただきますと、まあ、頂点になってもね、おかしくない今年の8月の動きかなと思います。 結構ね、出来高が膨らんできている中で、長い上ひげをつけて下げているというところがありまして、こうなりますとね、なかなかこの頂点を再度追い抜こうとすることは難しいかなと。過去のね、こちらの最高値のところですと、2011年ですかね、2011年の欧州債務危機。 まあ、ギリシャ、スペイン、ポルトガルとかがちょっと危ないよと、イタリアも含めてですね、言われてたときに一気にゴールドがね、上がったというところでございますが、この時もね、大きく上げて、えー、大きな上髭が、まあ、今回はね、こちらは突き足ベースで2本ついているというところでございますが、その後、もみ合ってからですね、ストンと落ちるところにつながったというところでございます。 今後もね、えー、ある程度もみ合うかもしれませんが、あるタイミングでね、まあ半年か1年か分かりませんが、またストンとね、えー、戻って、この移動平均線付近までは下げてしまう可能性は十分に出てくるかなと思いますので、ゴールドをね、えー、これから、まあ積み立てであればね、えー、100歩譲っても良いかもしれませんが、一括でね、 ロングをするというところは、ちょっとね、投資的には、えー、もうピークを迎えてしまったんじゃないかなと、個人的には思っておりますので、ちょっとね、この出来高で、こ、えー、このあたり、売買が成立しているというところはですね、えー、このあたりで高値掴みをした投資家もいるというところでございますので、まあ、こういったところでね、一括でロングを取るというところは、えー、まあ、中長期的に見てはね、よろしくないかなと思います。もちろん短期的にはね、リバウンド狙いだとか、狙うこともね、できるとは 思いますが基本的には戻ってきたら売りというね、戻り売りで稼いでいただくというのが、まあ、短期的な目線でも使えると思いますし、中長期的にもね、その場合は冷やしチャートを使って戻り売りを意識していただければと思いますので、ちょっとゴールドに関しましては、私は今後ネガティブに見ているというところでございますので、皆さんの相場感もあろうかと思いますが、一つの判断材料として、今回の、ね、動画を参考にしていただければと思います。 えー、これでね、以上で終わりますが、今回の動画が少しでも参考になったという方、えー、よろしければね、いいねボタンの方を押していただければ、私のモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 今後もね、えー、ちょっと仮想通貨も含めて、いろいろ皆さんのご要望に応えて、えー、解説をね、続けていきたいと思いますので、何かね、ご要望があれば、週に一度かもしれませんが、解説の方を取り入れていきますので、よろしくお願いいたします。今回は以上です。えー、来週といいますか、明日からね、また1週間始まりまして、とうとうね、12月が始まる週という形でございますが、体調管理ね、整えていただきながら、お仕事もトレードもね、頑張っていただければと思います。 今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。